کشور مهم در دو کرانه آسیا هستند. それからロクサナ・サーベリー女子の件については、現在、イランの司法プロセスにあると承知をしております。日系人であるということも、日系人であることもありまして、また人道的な観点からも、日本政府としても懸念を持ってフォローしてきておりまして、イランの友人として、イラン側にわれわれの考えをお伝えいたしました。درخواست تجدید نظر شده برای ایشون؟ しかし、ロクサナさんに対して、ロクサナ・サベリ氏に対して、再検討するということを要求しています。و این تجدید نظر بر اساس عدالت و بر اساس رأفت انسانی اعمال خواهد شد。それからオバマ政権の関与政策については、米国がイランとの対話を真摯に希求をしております、この機を逃さずに、イランの方からも前向きに対応して、具体的な行動を取られるようにお話をいたしました。این نگاه مشترک وجود داشت که اگر تغییرات مطرح شده جنبه عملی به خودش بگیره می توانه تصویر جدیدی از این سیاست ها رو ترسیم بکنه.